こんにちは、参議院議員の西田昌司です。今週もまた参議院の予算委員会が、継続して行われておりますが、今週の水曜日、10日の水曜日の午後から鳩山内閣の政治姿勢、つまりはこの政治と金の問題についてでありますけれども、こういった問題について集中的に審議をするということが決まってまいりました。午後1時から4時間、5時までの間、各党各会派が、審議をするわけでありますが、私も自民党を代表いたしまして、この、集中審議に、質問をさせていただくことになりました。で、この様子は NHK で国会中継されますので、ぜひご覧いただきたいと思っておりますが、たびたび私もこの鳩山総理、そして小沢さんの政治資金問題について追及してまいりましたけれども、本当に情けなく感じるのは、彼らがすべて、この説明責任を全く行わないで、国民の支持が政権交代というところにあったんだと、このことだけを理由に、そのまま数の力で押し切っていこうとする、こういう姿勢がずっと続いているわけであります。民主党の中からも、この姿勢に対してほとんどまともに説明責任を果たすべきなんだという声が誰一人聞こえてこない。そして、心ない私のところにはメールやファックスも来ますけれども、もっと政策の面で、議論をすべきだと、こういう、スキャンダルな追及するような国会質疑というのは無駄なんだというような言い方で、我々私たちのところにも電話やファックスやメールが来たりするんです。しかし私は本当に、その方々は、ためにする、組織的なそういうメールだと思うんですけれども、しかし実際によく考えていただきたいのは、この問題というのは決して小さな問題ではないんです。政策運動を言う前に、この鳩山内閣民主党政権の姿勢がそこに表れていると。つまり政策の問題を言う前に、政治家というのは国民との信頼関係がなければ成り立たないわけでありますけれども、すでにその国民の信頼を裏切る行為が次々と発覚している。しかしそれについてまともに一切説明責任を果たそうとしない、それがもうこの今民主党政権、そのものであるわけです。これは鳩山さんやそして小沢さんだけじゃありません。それぞれいろんな問題があります。国交省のあの課長付けが先に行われた問題、何よりもマニフェストが全く実行されない問題、こうした問題について彼らはまともに説明責任を果たしたんでしょうか。つまりこうした鳩山内閣の政治姿勢というものは、まさに選挙で勝って政権さえ取れば、あとは数を持ってるんだから押し通していけばなんとかなる、そして次の参議院選挙で勝ち抜けばそれで自分たちのスキャンダルも飛んでしまうんだと、そうした彼らの本音がそこに見え隠れしているわけです。だからこそ私たちはこの問題を決して風化させないと、最後の最後まで追及していかなければならないと考えているわけです。今週もしっかり頑張ります。皆様方のご支援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。